岡山電気軌道を書き7600型電車は、岡山電気軌道に在籍する路面電車車用。ここでは、お書き7700型電車についても述べる。7701を書き7600型は1986年、お書き7700型は1987年に、それぞれ一両ずつ製造された。それぞれ、 老朽化が進行していたおかき3800.2500型の残存車等多を目的としており、おかき7700型の進行により、岡山電気軌道の比例防車は、おかき3000型給料が残るのみとなった。これらは当時岡山電気軌道が、毎年のように増備していた一連の冷房車シリーズの、一つで、上二桁で創業からの経過年数を示す岡山。 電気機動独特の形式番号付与ルールに従い、心臓年次ごとに形式が分けられているが、車体はほぼ共通である。ただし、搭載機器は異なっており、おかき7600型は新製品と工場在庫品を組み合わせ、おかき7700型は在来車からの流用品を搭載する。製造所はいずれもアルナ後期である。車体は、 おかき7000の7500型までの心臓冷房車の、それを基本としつつ、リファインを加えたものとなっており、前面は方向膜と前面窓との一体感を出したデザインとし、前小灯、微灯は横に並んでいる。側面は従来の何和式アルミサッシを止め、窓柱を少なくして、窓を大きく取り、下部を大きな固定式、上部を内側に倒れる、下刀式とした、 当時のバスで流行していた様式のものに変更されている。これに伴い、上部の下等式窓と干渉する車内のカーテンが廃止され、熱線吸収ガラスが採用された。機器類については、主に、おかき7600型のものは心臓あるいは自社工場在庫品の流用によっているが、おかき7700型については、主として、おかき7300型の更新時に未更新のまま、 残されていた、おかき2500型2501のものを流用している。主電動機は、岡山電気軌道で標準的に使用されてきた、三菱電機メガバイト -172NR を拡大車に一機ずつ、第2.3軸に外掛けで走過する。竣工時はいずれも制御機に、車内在庫品あるいは流用品による、三菱電機 KR-8 直接制御機を、 搭載していたが、岡山電気軌道では1992年の西鉄北九州線第二次路線廃止時に廃車となった同社600型からの発生品である日立製作所 DRBC-447 を大量購入し、以後検査時などの機械を捉えて順次 KR-8 と交換している。この制御機には非常用の発電ブレーキノッチも備わっているが、 乗用ブレーキとしては、運転台に設置されたブレーキ弁による SM3 直通ブレーキを使用する。外観上は、台車の違いが識別点であり、おかき7600型は新造品で、プレス材溶接構造の軸バネ式台車である、アルナ後期 NK-202 を装着しているのに、対し、おかき7700型は、おかき2500型から流用された。 枕羽根に重ね板羽根を用いる古風な外観、構造の中高性軸羽根式台車である、新不創金属工業 KS-40J となっている、岡山電気軌動を下記7700型電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。